時は嘉永6年6月の3日、西洋の暦では1853年7月8日のこと。ところは曹州浦賀の沖合に真っ黒で奇怪なる巨大外輪船が突如として姿を現します。黒煙もうもうと吹き上げたるそのいでたちに物見うさん気分で駆けつけた江戸っ子たちは肝を潰し、こら黒船だ黒船だと騒ぎ立てるありさま。ところが久里浜の浜辺から丘へと上がり、やがて横浜村へ達した黒船の乗組は、揃いも揃って動く屍。それも首都を襲って暗い歩く亡者、すなわちゾンビの群れ。そして彼らに喰らわれた者までが、ゾンビになると分かるや否や。てんやわんやの大騒ぎは瞬くうちに、大江戸八百夜町にごうごうと広がっていくのでございます。さてゾンビ者、無名城屋がゾンビに襲われたる者を救い出さんと、横浜村へ向かったのはこの知らせを聞いてすぐのこと。ところが、皆様方もご存知の通り、運河のごとく寄せては返す波のように、次から次へと現れるゾンビの群れの返り討ちに遭い、無名は横浜村へたどり着くこともかなわぬうちに、落命の浮き目に。これが転生というものでござるか。ゾンビ者としての初戦でゾンビに遅れを取った無名は、やがてくくまらで目を覚ます。ここはとある神木を人知れず守り続けている隠れ里の一つで、ゾンビ者が身を寄せる場所。さてゾンビに喰らわれたはずの体は歯形も残さず、まるで拭われたように元の通りとなっており、初めてのよみがえり、つまり転生に指し物武芸者も驚きの色を隠せない。三途の川も渡ってみるものでござるな。こう嘘吹く無名も内心が己のうかつさを恥じるばかり。生きたる人相手ならば、天下無双を誇った指し物無名も、切られても切られてもなお襲い来るゾンビはまことに厳しく用心すべき敵であると、改めて肝に銘じるのでございます。無くなる民草を救え。姿を消した恩師の言葉を胸に、九九村から横浜村へ乗り込んだ無名は、この世にはゾンビ者を推した存在がいるとの教えをかねて受けていたはずなのに、思いもやらぬあの体たらく。それだけに後悔の念が深く、聖者を襲う亡者、すなわちゾンビから民草を救う使命を果たし、そして剣の道への迷いを断ち切った己の姿を恩師に示さんと、無名は大立ち無名ごてにいざ立ち上がる。ごめん。
ごめん。せい。微妙でござるな。
意味にござるな。
意味でござるな。意味でござるな。
意味でござるな。
耳でござるな。耳でござるな。
美味でござるな。
意味でござるな。